それでは、メガネ型アイトラッカーでの視線ジェスチャーを用いた文字入力手法の開発について、慶応義塾大学の長が発表をさせていただきます。本研究の背景としまして、Google Glass や HoloLens といったディスプレイやアイトラッカーなどの複数のセンサーが内蔵されたメガネ型デバイスが発売されていることがあります。こういったデバイスの開発は盛んに行われており、今後普及することが予想されます。 メガネ型デバイスに内蔵されたアイトラッカーを用いることで視線を使った文字入力を行うことが可能になります。視線を使った文字入力のメリットとしまして手や声などを使う現在普及している入力方法に比べて眼球を動かすだけなので動作部位が小さい上、音が発生せず他者に気づかれずに入力を行うことができます。また手を使用しないので両手が塞がっている時でも入力を行うことが可能です。 例えば、買い物をしていて両手に買い物袋を持っているときや、満員電車で身動きが取れない上、音を発することもできないといったシナリオが考えられ、メガネ型デバイスの普及とともに一般的な入力方法の一つとなり得ます。一方で、視線を用いた入力において、アイトラッカーから取得するデータそのものでは入力を意図しているのか、 単なる視点移動なのかがわからないミラータッチ問題という一般的な問題が存在します。このため、入力を行う際には入力を行っていることを表すためのトリガーが必要となります。一般的なトリガーとして、マウスやキーボードの入力を直前に押すことや、一定時間以上同じところを見つめることで入力を行う方法があります。視点を使った文字入力での一般的な方法として、 画面上にソフトウェアキーボードを表示し、あるキーに視点が一定時間以上に留まっていた場合に、そのキーが選択されたとみなす方法があります。この方法に関しては、入力速度や入力精度を高めるために、選択までにかかる時間を最適化したり、言語モデルを使用して次に入力されるキーを予測し、視線の位置を補正したりすることで、入力速度や精度を高めるための研究が行われています。 しかし、この方法をメガネ型デバイスの入力で使用する場合、キーボードが視覚的に広い面積を覆ってしまうという課題があります。キーボードを使用しない視点入力の方法としまして、視点によるジェスチャーを用いた方法があります。視点を用いたジェスチャーでの文字入力を行った研究として IS があります。この研究では、アルファベットの文字を簡易化したジェスチャーを視点で行うことで文字を入力します。 この方法では画面上にキーボードを表示する必要がないので、メガネ型デバイスを使用しても視界を追うことはありません。しかし、この研究では、乱すタッチ問題を解決するために、ジェスチャーの線の頂点にあたるホットスポットと呼ばれる部分を一定時間以上見つめる必要があります。そこで本研究では、メガネ型デバイスを使用して、視点を用いたジェスチャーによる文字入力をユーザーによるトリガーなしで識別することを目的とします。 なお、ジェスチャーセットとして IS の研究で定義されたジェスチャーを使用します。指すタッチ問題が存在するため、ユーザーによるトリガーなしでジェスチャーを識別するには、ジェスチャーの種類の識別に加えてジ、ジェスチャーを行っている区間も識別する必要があります。そこ,こで本研究ではまず、たみ込みニューラルネットワークを用いて、ジェスチャーを行っているかを識別する学習モデルと、ジェスチャーの種類を識別する学習モデルをそれぞれ策定して、 まずジェスチャーを行っているかを識別し、ジェスチャーを行っていると識別された場合は、ジェスチャーの種類を識別するという2段階でのジェスチャー識別を行います。ハードウェアの構成は図のようになっています。本研究ではメガネ型デバイスとして Pupil Invisible を使用しました。Pupil Invisible は、アイトラッカーとカメラが内蔵されているものの、ディスプレイが内蔵されていないので、その代わりにモニターを使用し、 ユーザーはモニターを見ながらジェスチャーを行うようにしました。本研究で開発したシステムの概要です。システムは2つのフェーズに分かれています。学習フェーズでは収集した視点データからジェスチャーをしているか、およびジェスチャーの種類を識別する学習モデルを作成します。また、識別フェーズでは、作成された2つの学習モデルを利用して、2段階でのジェスチャー識別を行い、結果を表示します。 本研究では、内蔵ディスプレイの代わりにモニターを使用して、ユーザーはモニターの範囲内でジェッチャーを行います。ユーザーの顔の位置や角度によって、ユーザーから見たモニターの位置もずれるので、取得される視点データがからない、変わらないように、AR 5コマーカーをモニターの,の隅に表示し、カメラを使用して、マーカーを撮影することでモニターを検出し、視点データをモニターを基準とした座標圏に変換する処理を行っています。 CNN, CNN の学習に用いるためのデータとしては、それぞれのジェスチャーを行った際の視線データをそれぞれ15回ずつアルファベット全26文字分と、パソコンを操作している際の視線データ合計15分間分を記録しました。サンプリングレートはいずれも 30Hz で、ジェスチャーは1回あたり2秒間、60フレーム分で収集を行いました。 また、データ数を増やすためにデータオーギュメンテーションを実施しました。次に、用意したデータを用いて CNN で学習モデルの作成を行いました。ジェスチャーの視点データからジェスチャーを種類、ジェスチャーの種類を識別する学習モデルを、ジェスチャーの視点データとパソコンを操作する際の視点データをそれぞれ1クラスとした合計 2, つの2クラスのデータから、ジェスチャーをしているかどうかを識別する学習モデルを作成しました。 作成された学習モデルを利用したジェスチャーの識別の流れは図の通りです。ジェスチャーの識別は視点データを取得したらリアルタイムに行うようにしました。まず、1フレームごとに視点データを取得するたびに、直前57フレーム分の視点データを用いてジェスチャーを知るかどうかの識別を行います。ジェスチャーを知ると識別された場合は、同じデータを用いてジェスチャーの種類の識別を行います。 このようにして得られた識別結果では、一部の識別結果が、周りのフレームの識別結果と異なることがあるので、直前13回中11回以上ジェスチャーであると識別されていれば、識別結果で多数決を行い、さらに連続した結果を一つにまとめるフィルター処理をして、最終的な結果を出力します。実装した識別プログラムの精度を検証するための実験を行いました。 実験では参加者に実際にパソコンを作業しながら視点ジェスチャーを行ってもらい、その際の識別結果を記録しました。実験参加者は4人で、アルファベット全26文字のジェスチャーをそれぞれ2回ずつ行ってもらいました。なお、被験者自身のデータを用いて、それぞれの学習モデルを作成して識別に利用しました。実験の結果、平均して83%の精度で識別が可能でした。 スライドの表では T1 から T4 がそれぞれ実験参加者 C が正しく識別できた回数を表します。また、識別に失敗した際には複数のケースが存在しました。スライドに表示されている表では W1 を1回のジェスチャーが2回以上のジェスチャーとして識別されたケース、W2 をジェスチャーであるとは識別されたものの、正解と異なるジェスチャーとして識別されたケース。 W3 をそもそもジェスチャーとして識別できなかったケースとして表示しています。また、ジェスチャーごとの識別結果は図のようになっています。混合行列の一番右の列はそもそもジェスチャーであると識別できなかったケースを表しています。M と N が混同されてしまったり、U が識別されるらいなど、どの被験者でも識別に失敗しやすいジェスチャーがありました。考察列 ジェスチャーは直前,2秒直前約2秒のデータを用いて識別が行われているので、それより長かったり短かったりすると識別に失敗しやすいと考えられます。また、ジェスチャーが2回分と識別されたのは、ジェスチャーの前後の視線移動とジェスチャーの視線移動の一部が合わさって別のジェスチャーであると識別されたのではないかと考えられます。今後の課題としては2点が挙げられます。 まず、ジェスチャーを行う時間が約2秒に固定されているため、時間がずれると正しく識別することが困難であったり、ユーザーが慣れていても入力スピードの向上が困難であったりします。そのため、移動スピードに依存しない視点データを取得する手法が必要になると考えられます。また、メガネ型デバイス内蔵ディスプレイを使った検証も行っていません。ディスプレイが顔に固定されていることの影響や、 目の焦点の合わせ方が異なることによる影響が考えられるため、今後、ネガネ型デバイス内蔵ディスプレイを使った検証も必要になると考えられます。まとめは表示されているとおりです。発表は以上となります。ありがとうございました。